じゃあ次は入れ替わってと。オッケー。じゃあ時間を、じゃあみんなさん変えてやってみますか。オッケー。何分にします？7分にしましょう。7分ちょっと。8分。あれがいいんじゃないかと私は思うんですけど。現場の意見が来ましたよ。1分ぐらいがいいと思う。現場の意見が来ましたよ。うん、8分でいきましょう。8分、やっぱ現場が全てですね、うん、間を取ってね。オッケーですよ。じゃあ、指示役が若、これ難易度が、まあそうなんですね、一番下なんですよ。あれであれで一番下なんです。解除役が俺でやってみたいと思います。いくよ。でも入れ替わったらなかなかいけるんじゃないか、うん、こう爆弾のな、こう ああいう感じね。確かにのも分かっている。じゃあいくよ。まあボードゲームのマニュアルたくさん読んでるから大丈夫だろう、これもきっと。よし、よーいスタート。妙な自信がありますね。これで今度こそ証明されるからな。もうなんか最初はな、みんな邪魔しようとかしてたけど、もうさすがにそろそろ1回ぐらいクリアしようっていう空気がそうですね。あのお互いで次のための作戦会議をするっていう。あ、こういう感じね。どうなって状況だ。じゃあ1個目、お左に数字123、左に数字123、右に ABC、それが線でつながってるものがあります。他は、で他はアルファベットが真ん中に5つある。アルファベット上に矢印、下に矢印が、全部あって、多分文字を変えることができるやつだと思う。あ、それか。あとは、あとはそんなに全部アルファベットが3つ、赤い四角の中に3つあって、1つなんかランプみたいなのが光ってるやつがあります。あ、じゃあまずは文字のやつだな。あ、それが2つあるわ。アルファベット3つのやつ、アルファベット5つのやつ、5つのやつ、オッケー。じゃあ5つだな。オッケー。上下についてるボタンでそのダイヤルを回すだろ、うん、真ん中、正しいボタン、送信を押す。あ、送信ってボタンがあるから、多分真ん中のアルファベット揃えて送信を押すんだと思うよ。そうか、じゃあどれを入れるんだろうか。なんか、なんか言った方がいい？真ん中にある文字を言った方がいい？え、これ、え？お、な、え？トートさん？ちょっと待ってくれ。トートさん？用意された文字を作成する。下記の字一つしかない。え？真ん中のアルファベット言った方がいい？いや、頼む。え、でも左からマニュアルが基本難しいんですよね。 O、S、M、I、Y ってあるよ。 O、S、M、I、Y、Y。でも関係あるのかな、変えなきゃいけないんだよな。シリアル番号とか言った方がいい？シリアル番号、なんで解除の仕方が書いてない。そんなことあるか。そんなはずないはず。トートさん、もしかしてどっちもできないんですか。トートさん、そんなことない。うん、尊いな。でもなんだこれ、尊いんだよな。次のやついく？違うやつやってる。違うやつにしよう。うん、じゃあさっきのあの数字123右 ABC のやつとかは、数字123コードが繋がってる。あの、その困っているトートさんも素敵です。数字123あ、す、え、左に123、右に ABC、 それが、3つの線でつながってます。あ、それか。よりによってなんか早いですね、ワイヤーのやつだな。今回はでも2つしかないから意外と、うん、やばいなこれ。なんだこれ、いけそうだから。3本のワイヤーのやつか。そう、あ、赤いワイヤーはあるか。ない。2本目のワイヤー、あ、黒と青しかない。黒と青、最後のワイヤーは白。青いワイヤーが真ん中の2番から A にある。え、黒のワイヤーが2本、青のワイヤーが1本。最後の青いワイヤーを切る。え、切ってみろ。え、最後の、大丈夫か。え、どういうこと。最後のって1本しかないけど。あ、じゃあ違うかもしれない。ちょっと切ってみてくれ。切ってみていいの。あ、ブー、あ、なんでだよ。それは僕が言いたいよ。ブーだし、もうあれこれ切れてしまったからな。切れたよ、もう切れちゃった。違うのを切ればいいのか。でも3本だろ。うん、もう1本ちょっと切ってみよう。あ、あったぞ、あったぞ。え、見てなかったの。マニュアルを見ずに青を切れてたの。ちょっと待ってよ、トートさん、自由すぎる。1、2、3、 ABC のやつ。意外と
パワープレイですね。赤いワイヤーはあるか。だからないって。黒いワイヤーだな。黒いワイヤーと青いワイヤーしかない。黒と青だな、うん。1番目が黒、1番目が黒で B に繋がってる。1番目が黒、 B、 2番目が青が A に繋がってる。で3番目が黒が A に繋がってる。1番目が黒、黒、2番目が状況が変わったんですよ。青、青ですね。で3番目は黒、黒、え、黒、青、黒の順番。じゃあ A じゃないか。 A が A につながってるのはなんだ。青と黒。え、じゃあ2本切ってみてくれ。1本切っちゃったけどね。あ、じゃあもう1本の方かもしれない。じゃあ切るよ。あ、いけた。お、いけたよ。これは正解っぽい。そうですね、ちょっと合ってたんだな。じゃあもうこれ、いや、まだあの青いランプがついていないからクリアはしていない。確かに。え、これでももうこれしか切れないから、もう切っちゃう。じゃあもういいんじゃないか、それは。あ、あれ、いけた、いけた。青い。じゃああと何だったっけな。あ、HMHA とか。え、ちょっと待って、そういうシステムだったのか。これ 4つあるわ。4つ、1つに4つがある。次456って左に数字が出て、右に ABC って書いてあって。あ、そうだな。上が赤、下が黒。A はどこに繋がってる。 A は 4は A に赤が繋がってる。4赤で、6が C に黒。6が C に黒。うん。で、5は5はない。ない。B はない。5と B はない。C だ。C、C。6C? 黒 C 切ってみてくれ。ブー。じゃあもうこれだよ。なんだこれ。何が起きた？何が起きたんだ？ミネさんが、どういう切ったんだ？事件は会議室で起きてるんじゃない！現場で起きてるんだ！言わせねえぞ！言わせねえぞ！おい！お前も自分で結局切ったじゃねえかよ。残り時間2分もあったのに切ったな。だってさ、俺を信用してくれなかったんだ。1個だけ聞いていい？おい、説明書の中で分かってないのに青切れって言って切ったら、ね、切った後に、うん、あ、これかって言ってる、ね、支持者。それは申し訳ないと思ってる。だけどこれは書き方が悪いぞ。俺は悪くないぞ。分かったのは、こんなの分からない。トートさんはどちらもできないということ。違う。でもそこが素敵ですよ、トートさん。こんなことは。まあ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 、じゃあ次は我々も入れ替え、そう、入れ替えてやってみよう。やってみましょう。なんでだ。トライを押せば。はい。いや、でも正直これはマニュアルが難しいので。ちゃんとね、はい、そうだよ、ね、私は爆弾も見ているからな。そうなんですよ、意外とこれ難しいぞ、ね、爆弾を見てるはずなのに。いや、もうミス回数、うん、じゃあさっきと同じ8分で、はい、で、支持者が陽先生、うん、で、解除役が、稲荷さん。はい、じゃあやってみましょう。陽さん、いいですか、準備は。大丈夫だ。うん、では行きますよ。スタート、うん、スタート。さっきまでは成功してほしくないって思ったけど、もう今となっては一回ちょっと頼むから。抜け出るの見たいよね。そうだな。よし、あ、なんかいろいろあるんだな。頑張ってくれ先生。23ページあります。これ結構読む方難しいけどな。うん、なるほど。何があるか言ってくれ。ですね、うん、うち上に、1個あるのが、上に大きなモニターがあって、うん、中に数字が入っています。その下に4桁の数字がピアノの白い鍵盤のようなものの中に4桁の数字が書いてあるものがありますね。それは、あ、わかった、うん、はい、お、やっぱり大きな画面の下に、白い四角で4つの数字が、はい、あります。で、右側にも細長い、はい、ありますね。あるな、うん、メーターのような月があるな。正しいボタンを押すと次のステージ進むと、うん、ステージ順。ディスプレイが1の場合、ディスプレイは何だ、一番上の2番です。 2か、はい。で、下の数字の下の4つは何だ、数字は。左から読んでいきます。はい、4、2、1、3。ほら、4、2、1、3。2がこれだよ、はい、4、2、1、3。で、ディスプレイが2です。2だな。 2番目のボタンを押すと書いてあるんだが、
どういう基準で2番目なの？確かに左から2番目なのなのか、2を押すのかっていうことだな。でも確かに、あ、でも他のところに4と書かれたボタンを押すとかが書いてあるから2番目なんだと思う。左から2番目じゃないか。なるほど、ちょっと押してみます、うん。あ、成功みたいです。いけたな、ブってなってないな。はい、数字が変わった。数字が変わりました。ディスプレイがなんだ、同じ2です。2か。はい、下の番号が変わりました。ステージ1で押したのと同じ位置のボタンを押すと書かれている。わかりました。ほら、うん、おー、で次はなんだ、ディスプレイ。気持ちいいな。ディスプレイ同じ2番です、ま、2か、はい、2の場合ステージ1で押したのと同じラベルのボタンを押すと書いてある。同じラベルだ。同じラベル、あ、ということは同じですね。はい、進みました。で次はなんだ、1が出ました。ディスプレイが1か。はい、ステージ1で押したのと同じ位置のボタンを押す。はい、ほら、うん、進みました。でディスプレイはなんだ、2です。2か。はい、ステージ2で押したのと同じラベルのボタンを押す。ラベル、いや、これですね。読むのに必死だったんだ、さっきは。解除できました。お、すげえじゃねえか。素晴らしい。では次に行こう。はい、先ほどあったひし形に、4つの青、色がついてあるんです、ね、色のやつだな。はい、うん、色の場所を言っていっていいですか。うん、頼む。上が 青、右が黄色、うん、下が緑、うん、左が赤です。うん、基本はこのパターンだな、うん、ほら、なるほど。4つのボタンはいずれかが点滅する。下記の表を見て対応するボタンを押す。最初のボタンに、あ、それスヌーズを押せば止まるぞ。わかりました。2つ目のボタンが光る。すごいな。再び下記の表を見て対応するボタンを2つ押す。正しい順番でボタンを押すたびに光るボタンが1つ追加する。モジュール解除するまで続ける。なるほど。シリアルナンバーは、なるほどが出た。シリアルナンバーに母音は含まれているか。シリアルナンバーに母音、うん、あ、点灯、停電か。停電だ。ちょっと待ってください。どっかに電気があるのかもしれないな。あ、あ、こういうお邪魔もあるんですね。母音はないです。母音はない。はい、含まれていないな。はい、で今ミスはないな。ないです。ミスゼロだな。はい、何が点滅している、下の緑が点滅してます。緑が点滅している場合、緑が点滅している場合のミスなしで母音が含まれていないな。はい、この場合は違う。緑を押すと分かる。さっきはちゃんと読んだ。押してみます、うん、正解です。次は何が点滅した。多分増えていると思うんですが、うん、最初が緑、次が右の黄色になりましたね。黄色が増えた。増えた。最初のボタンに続き2つ目のボタンが光る。再び下記の表を見て対応するボタンを2つ押す。お、ということ、どっちから押すんだろうな。多分順番に押していくので、じゃあ緑、さっき緑が点滅していて緑を押しているから、緑を押した後に黄色点滅に対応している赤と書かれているので赤を押せばいいということか。なるほど。緑赤だな。正解です。増えました。うん、緑、黄色、黄色です。では緑、赤、赤じゃないか。なるほど。緑、赤、赤。あ、そうですね。なるほど。成功です。あ、もう緑のランプついたか。はい。今成功でまた増えました。また増えた。はい。はい、緑、黄色、黄色、黄色です。では緑、赤、赤、赤だな。緑。赤、赤、赤、成功です。解除されました。解除された。よし、すげー。次に行きます。次だ。時間がそろそろあれ。あと、もう少し。ですね。うん、ワイヤーが、これを決めたらかっこいいぞ。5本。ワイヤーがいっぱい繋がってるやつ。はい、やつです。5本。5秒。はい。ワイヤーモジュールから3本から6本のワイヤーがついている。モジュールを解除するには正しいワイヤーを1本切る必要がある。ワイヤーの順番は上から数える。上から数える。なるほど。なるほど。数字とかはないな。ないです。うん、5本、5本だな。はい。最後のワイヤーが黒で、かつシリアルナンバーの最後の数字が奇数の場合、4本目のワイヤーを切ると書かれているが、シリアルナンバーの最後の数字はいくつだ。シリアルナンバーの最後の数字は4です。偶数だな。はい、偶数です。ではそうでない場合、
赤いワイヤーが1本しかない。赤いワイヤーはないです。じゃあ赤いワイヤー1本しかなく、かつ黄色いワイヤーが1本よりも多ければ最初のワイヤーを切るだから、それは違うな。はい。そうでない場合、黒いワイヤーがなければ、黒いワイヤーあるかないか。はい、1本あります。黒いワイヤーがなければ2本目のワイヤーを切るだから違うな、うん、はい。そうでない場合、最初のワイヤーを、最初のワイヤー切ります、うん、成功です。やりました。すごい、解除か。すごい、止まった。これで止まりました。よーし、解除。おお、やったな、いなり。ノーミスですよ。やりました、さすがようさん。終了。うわ、難しかったな。面白かったですね。最初の宣言通りになったかはともかく、極限で判断力が試される素晴らしいゲームだったよ。俺たちは爆弾処理班にはなれなさそうだな。うん、今のお仕事が転職ってことだね。ポジティブだな。よし、じゃあそろそろ、せーの、ももくまチャンネルの、ミネと、トートと、次キヨウと、いなりでした。まったねー。